はい、こんにちは。今日は神戸大学の三次方程式の問題を紹介いたします。三次方程式があって ABC 整数ということは実数ですね。実数係数の三次方程式がの解の一つが複素数であるという時には、これは何回か前の四次方程式以上の時では、まあ、明らかではありませんが、まあ、それは証明しました。で、二次方程式、三次方程式の場合は実数係数なら一つの解が複素数なら共約の複素数ももう一方の解であるっていうことは、自明として扱っておそらくいいと思うんで、じゃあ α が2分の3プラスルート 7i っていうのが解だったら、もう一つの解はこれの共約の複素数2分の3マイナスルート 7i とっていうふうにこれらの解を持つはずなんで、じゃあこの2つの解を持つ二次方程式、二次式と x 二乗プラス二次式と、あともう一個の実数解を解に持つ。まあこんな風に因数分解されるはずであると。ってことはじゃあまずこっちの二次式の部分は、これらを解に持つような二次方程式作ればいいんで、まあそれには解と係数の関係を使うのが楽で、アルファプラスベータは2分の6だから3ですね。3。なんで、あれの2分の3。で、アルファベータは4分の9足す7ですね。7i の2乗になるんで、マイナス 7i の2乗になるんで、ってことは4分の16だから4。ってことはこの二次方程式っていうのは x 二乗マイナス 3x プラス4とこれというふうに因数分解されるはず。じゃあ一つの解をガンマとしてるんで、じゃあこれを展開したやつがこうなってればいいんで、じゃあ a っていうのはこれの二次の部分なんで、二次の部分はマイナスガンマとマイナス3、マイナス3マイナスガンマで、 B は一次の部分なんで、一次は4と3ガンマ、4プラス3ガンマで、定数がマイナス4アルファ4ガンマと。で、今、一つのこの実数解、ガンマっていうのは0から1の間なんで、ガンマは0以上1以下だと。で、そしたら、もう A の候補っていうのは、A は、ガンマは、マイナスだから、でかければでかいほどちっちゃいんで、マイナス4以上。で、一番ちっちゃかった時は一番でかくなるんで、マイナス3。もうそれだけ。で、ってことはもうそもそも A の候補っていうのは、マイナス4とマイナス3しかないですね。A がマイナス4とマイナス3しかないと。じゃあ、A がマイナス3の時、ガンマは、A がマイナス3の時、ガンマは0ですね。なんで、B は4。C は、ガンマ0だから0と。この一組と、じゃあ A がマイナス4の時は、 A がマイナス4だとガンマは1なんで、ガンマが1なんで B はガンマに1入れるだけ7で、 C はガンマに1入れるだけでマイナス4というこの2組だけが答えになりますと。で、以上です。ありがとうございました。